NHK 民営化、NHK 民営化、NHK 民営化とは、日本の公共放送、日本放送協会、NHK の民営化を目指して、活動を行った一連の動向を指す。なお、世界の一部の国の公共放送の運営方法についても参考として記す。特殊法人としての NHK のあり方に注目が集まるようになったきっかけは、 主として年4月の、の、ななき構造改革を掲げるる。小泉内閣の誕生意向になる当時の内閣総理大臣であった小泉純一郎は NHK の独立行政法人化に触れたことがある。ただし小泉内閣は2001年12月 NHK の組織形態を特殊法人のまま現状維持とする特殊法人統制利合化計画を閣議決定した。 2005年7月、NHK の不祥事の発覚をきっかけとした受信料不払いの急増を受け、内閣府の規制改革、民間解放推進会議の議長兼、オリックス会長、宮内義彦は NHK について、スクランブル放送化や民営化が望ましいとする中間報告をまとめた。同年9月28日、 自民党が圧勝した衆議院議員総選挙に伴って開かれた特別国会で衆議院の代表質問が行われた。当時自民党幹事長の武部務は小泉内閣の特殊法人改革はあと三つを残すだけとなったとして政策金融機関や公営協議と並んで NHK を名指しし改革の総仕上げに対する小泉の決意を尋ねた。 さらに、同年10月28日には、自民党の衆参両院議員19人が、NHK の民営化を考える会を発足させた、会長は、愛知和夫、元防衛庁長官。同会では、ホームページで、一般視聴者の意見を募り、民営化も含めた放送法の見直しを目指している。当時総務大臣の竹中平蔵は、同年11月4日の記者会見で、 こうした自民党内の NHK 民営化を求める動きについて民主主義社会の議論であり、タブーはないと理解を示した。また、同年12月6日には NHK の経営形態や受信料制度等について議論する有識者、懇談会通信、放送のあり方に関する懇談会を総務省のもとに設けることを発表、半年ほどで結論を出すとした。 これと補聴を合わせ、規制改革、民間解放推進会議も、同年12月21日、NHK の受信料制度を廃止し、視聴者の意思に基づく契約関係とすべきであるとの、答申を小泉に提出した。この答申では、仮に受信料制度を当面維持する場合であっても、受信料収入をもって行う、公共放送としての NHK の事業範囲は、 真に必要なものに限定する必要があるとし、子会社の統廃合や、スクランブル化の早期検討などを求めた。この答申を受けた小泉は、翌日22日の政府、与党懇談会で、NHK について、民営化しないという閣議決定がある。いろいろな意見があるが、それを踏まえた方が良いと発言した。この会議後、記者団に対して、民営化ということではない。 他の改革が議論されるのではないかと述べた。これにより、政府、与党内で急速に高まった NHK 民営化論やスクランブル化は昇級しする形となった。その上、小泉が2006年2月10日の閣僚懇談会等、複数回にわたって NHK による海外への情報発信の強化の検討を関係各方面に指示するなど、 NHK の機能強化を視野に入れる姿勢を強調している。かねてから民間にできることは民間にのコンセプトのもと、優勢民営化を代表とする公共セクターの民営化政策を強行に進めてきた小泉が NHK については例外とする扱いを明確化した。また、2006年1月26日、自民党の通信放送産業高度化消委員会と、 総務部会が行動で NHK の特殊法人性を維持する前提に立った放送受信料の支払い拒否に対する罰則の導入を内容とする放送法改正の検討を始めた。これ以降民営化受信料廃止、スクランブル化の実現が困難な状況となった。ここでは NHK 民営化の是非ではなく NHK 民営化の可能性と 民営化に伴う課題について主に詳述する。以下は2004年度の情報をもとに記す。NHK の経常事業支出約7、457億円は、この時民放1位となっていた富士テレビの売上高の約1.6倍。ただし、富士テレビのみとの比較では、NHK は全国各地のローカル放送を行い、 富士テレビは全国ネットの番組を制作するが、関東以外のローカル放送は制作しない上、NHK は2局、総合、教育を運営している。語学講座や、今日の料理などは、視聴率そのものは低いが、NHK 出版によるテキストの出版で収益を上げており、他の番組も含めた各種テキストは、合計で3、830万部を販売している。 NHK の根拠法である放送法によれば NHK は公共の福祉のために営利を目的としない全国放送を行い受信設備を設置した者から徴収される受信料によって運営される総務省は公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会という部会を開いている放送法によればテレビを一台でも設置すれば NHK を 全く主張していない世帯からも受信料支払い義務は発生する。その一方、受信料を1円も払わずとも NHK を主張し続けることは、技術的には全く不都合は生じない。NHKBAS では、画面の隅に契約及び受信料の支払いを要求するメッセージが解き表示される。NHK 本体は、法人税を免除されていることはもとより、 急に本優勢公社などとは異なり、余った利益を国庫に納める義務もない。公認会計士による外部監査が義務付けられていない。株式会社では、異ことから会社法が適用されず、また、放送法にも外部監査についての規定がないため、一方で会計検査員による監査を受け、予算決算は国会の承認を得る必要があることから一定の監視下にいるとも言える。 民営化にあたって NHK が放送している国会中継や学校放送のような公共性は高いが収益性が低かったり視聴率が取れない番組の継続が問われるテレビ朝日やテレビ東京をはじめ民放の多くが学校放送を打ち切りとしている NHK を株式会社化する際政府がその株式を保有した場合株主議決権を 通じた国家の干渉の可能性や、国営放送と化し、プロパガンダ、ホワイト・ブラック両方の、に用いられる可能性が考えられ。持ち株会社ではない完全民間企業、会社法上の株式会社とした場合でも、放送法上では非一般放送事業者として、受信料制度を維持することも、理論上は可能である。国営化によることで、受信料制度を廃止して、 NHK の放送を無料化し、予算の大半を国費によって運営すると、NHK が提供しているサービスを維持するためには、受信料収入と同額に近い国庫府が予想される。また、NHK を廃止、つまり、法人として解散することは、既契約者からの反発が多く予想される上、16,153人、2004年度、 子会社など含むに上る局員の再雇用の問題を発生させことになる。日本以外の公共放送の経営環境をいくつかの事例を挙げる。フランスでは古くから公共放送が CM による広告収入を得ている。もともと民放テレビラジオ局が存在せず、全局は公共放送を統括するフランス国営放送 RT 会。 1949年から1964年、フランス公共放送、オアーティフ、1964年から1974年の参加であった。しかし、1982年に、当時の大統領フランソワ・ミッテランの下で、公共放送による放送の独占が廃止され、1986年には、時の首相ジャック・シラクの主導によって、公共放送のうち、 視聴率の最も高い TF1、テラビジアンフランセイズ1が民営化、大手建設会社のブイグの参加となった。TF1 は、その後、新規参入した民放テレビ局である、ラ・サンクを競争の末、倒産に追い込んだ。同様に、TF1 との競争に敗れ、経営難となった、公共放送アンテンヌに、アンテンヌには、同じ公共放送 FR3、フランスリージェンス3と、 新たにフランステレビジョンとして統合することとなった。フランステレビジョンは政府が株式の100%を保有する株式会社である。TF1 は現在でも視聴率と広告収入の両方でトップを独創しており、ビデオ配給や映画制作、スポーツ、ユーロスポーツニュース、専門放送局の運営などにも進出している。対して、 公共放送フランステレビジョンに属するフランスには2004年の平均視聴率で TF1 におよそ1.5倍もの差をつけられ、また誤報も相次いでいる。会2の財源の約3分の2はテレビ受信機使用権料、受信料で賄われている。他にもフランスにはカナル、カナルというユニークな地上波の有料テレビ局がある。このチャンネルを視聴するには デコーダーを購入し、カナルプラスと市長契約を結ばなければならない。カナルプラスは、1984年に、最初の民放局としてスタートしたが、大株主が政府系企業であったため、政府の間接的な支配を受けていた。後に、政府はこの政府系企業の株式を放出し、カナルプラスは完全な民間放送となっている。2000年には、ビベンディ及び、シーグラムと合併し、 ビベンディユニバーサルとなった。カナルプラスは収入の20%を映画産業へ投資することを義務付けられている代わりに最新映画の放送が地上波では唯一認められている。さらにスポーツの独占放映やポルノ等公共放送にはない魅力的なコンテンツが視聴できることから契約者が順調に増加し現在では13カ国でおよそ1400万もの 加入件数を誇っている。イギリスでは1985年にサッチャー政権が公共放送 BBC ブリティッシュブロードキャスティングコーポレーションのミニエカを目指し文化経済学者のアラン・ピーコックを長とする放送調査委員会を設置した子があるピーコック委員会。ピーコック委員会は視聴者主権と市場原理導入を理由に BBC の財源として 広告収入ではなく、視聴量収入が望ましいとした。しかし、有料放送は、その実現が当面は困難であるため、ピーコック委員会は受信料制度の維持を勧告した。これを受け、サッチャー政権は、BBC の民営化を断念した。政府による世論調査では、受信料は、財源としてベストではないとの結果が示された。文化省は2005年に、次なる、 特許上の有効期限である2016年までは受信料制度を継続すると発表したが、それ以降の財源については数年後に議論することとした。こうした流れの中で BBC の有料放送化を要求する声も再燃している。BBC の独立諮問委員会は2004年に5から6年以内に受信料制度を改め、視聴者との契約料や広告料、公的基金を BBC の新たな財源とする洋文化省に求めた。野党保守党も受信料制度の廃止を求めるリポートを提出し、話題を呼んだ。英国では各種デジタルテレビの世帯普及率はすでに約 62%2005 年に達している。BBC は2004年以降10%以上の人員削減や商業部門の子会社の売却等大胆なリストラを進めている。 視聴率の面で BBC の主チャンネルである BBC1 は先進各国では珍しく民間放送の ITV の主チャンネルの ITV1 に勝っている。イタリアの公共放送であるイタリア放送協会 RAI は受信料と広告料を主な財源としている。イタリアでは RAI がテレビラジオ放送を独占してきたが1976年に 民営のローカル局設立を貢献とする憲法裁判所の判決が出てからは放送への参入が事実上自由化された。もっとも RAI の独占は全国放送では相変わらず認められていたため1984年には全国ネットワークを有する民放が一部の地域で突然の放送停止命令を受けた。この事件をきっかけに1990年に 放送放棄が整備されることとなる。だが、民放に対する規制が、緩く、ほぼ野ばなし状態であったことから、メディアセット社のような河川企業の台頭も許した。首相のシルビオ・ベルルスコーに率いる同社は、現在では、4つの主要民放テレビ局のうち、3つ、レテヨン、コンリー5、イタリー一を支配している。ベルルスコーは、テレビ放送への影響力をさらに強めるため、 2003年にテレビラジオ制度最近広報を提出した通信大臣の名にちなみガスパリ法を議会で可決させた。この法律によって RAI の分割民営化が定められたほかマスメディアの過川規制が緩和されることになっていた。次の大統領カルロア・ツェリオチャンピがガスパリ法への署名を拒否したため法案は議会へと再び戻されたが結局 若干の修正を経て2004年に成立した。この結果、RAI は受信料を用いた事業と広告収入等による事業とに分離され、受信料は公共サービスのみに充てられることとなった。また、政府は2005年以降、RAI の株式を一部放出した。この計画では、1株主の保有できる株式の上限を全体の1%、 子会社等を通しても2%までとしている。アメリカの公共放送は、初めから受信料制度自体が存在しない。また、日本の NHK のような一つの組織ではなく、全米に分散する数百の NPO による、テレビ局のネットワークという形をとっている。そのネットワークの統括する組織が、公共放送サービス、パブリックブロードキャスティングサービス、PBS である、 アメリカの民放と同様、PBS は政府から独立した NPO である。2000年12月には当時テレビ朝日社長の広瀬道定が NHK の分割民営化に言及している。ただし民放テレビラジオ局の業界団体である日本民間放送連盟は NHK 民営化には否定的である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。